おお、こんばんは。またまた、ようチャンネルでーす。はい、藤井陽平の配信チャンネル。今日はあれ、いつも上げている頭痛、これについてなんですけど、受け入れるだったり気づかれたとかってこう言ってくる、まあ会社員だったりなんていうの、主婦、これのせいでストレスによって自分が頭痛になってしまって頭を切るっていう、これ警察にもまあ被害届は出してるんですけど、正直言ってなんで逮捕されないのか、傷害事件だと思うんですけど、ちょっとまあ全国の皆様もこう普通に働いててそんなことを言われてどう思いますかね。正直言ってそういうなんだろう、わざとらしい席だったりこう陰口を言われながら業務をなぜ遂行する、これってなんかおかしいなって思っていて、これは仙台の、やはり自分は仙台に在住なんですが、まあ大事件じゃないのっていうふうにちょっと認識しております。まあ近所とかからも結構こう誹謗中傷っていうのがあったりして、正直言ってこっちはただの会社員、まあ普通のまあおじさんっていうところで、謎なこの事件、皆様にもちょっと考えて いただきたいっていう、ちょっと問題提起的な今回の配信になります。とりあえず明日は休日、とりあえずゆっくりしたいなと思います。それじゃあまたねー。